国体&全国選手に試合で勝つために行ってきたフットワークを特別に教えてもらいました。丸1、一本一本、まあ、まずこの一本一本っていうのはすごく大事ですよね。で、足を動かすことがまずどのフットワークにも大事なんですが、こまめに動かすことですね。はい、よく、しっかり動いているのが分かると思います。いいですね。はい、で丸2、3点フットワーク、これフォア、ミドル、バック、フォア、ミドル、バック、このような3点フットワークも大事ですね。で、解説はいつも通り卓球コーチ大塚高校とスポーツコーチ校がやってきます。で丸3、バック反面オール、でこれもそうですね、あのフットワークで温めた後はこのバック反面オールで、練習をする、これが大事ですね。全国選手の佐々野さんも大事とおっしゃっていました。丸4、バック3分の2、でさっきバック半面だけでオールやったので、今度は3分の2で広げていきます。こんな感じですね。佐々野さんはオールフォアで今打ってますよね。丸5、切り返し、これはまあフォアとバックの切り返し、そうですね、動き早めることと、あと試合中にフォアバック、ランダムで交互にこうするのでそれをやります。丸6、バック回り込みフォア、この練習もそうですよね、まあ、王道ですし大事ですね。基本だからこそ大事です。丸7、ミドルランダムどっちか1本、これもそうですね、あのランダムフットワークとして、まあ、切り返しの練習にもなりますし、すごく大事です。多分取り入れてる人も多いと思いますが、改めてここで紹介させていただきます。丸8、バック、基本バックバックやっていてランダムでフォア、これはいつフォアが来るんだろうっていうプレッシャーは、いや分かんない、かけながらやるのが大事です。いいですね。丸9、フォア、ミドル、フォア、バック、フォア、ミドル、フォア、バック、このフットワークも大事です。次、バック対オール。で、一通りフットワークをやったので、最後オールの、フットワークでやっていきます。で、まだ最後じゃないですね。この後一応あります。バック対オール。さすがですね。よく足が動いています。丸11、三本千本？これどういうこと？三本千本ってどういうことなんでしょう。進めと言っていましたが、三本千本とはめちゃめちゃ早いですね。これはめちゃめちゃ早いです。さすがですね。バックフォアが終わって次バックか、バックもやっていますが、めちゃめちゃ佐々田さんがめちゃめちゃ早く動いてます。最後、ネタ動画。試合に役立つ練習だなと思った方は、チャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。吉祥寺卓球クラブ卓球コーチ大塚光からでした。10月17日土曜日午後3時20分からレッスンあるので、よかったらご予約ください。説明欄に URL 貼っております。ぜひ説明欄もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。次回に続く。次回どんな動画が出るんだろうと思い、見逃したくないと少しでも思った方も、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。